俺は鈴鹿家に仕える執事だ。俺の雇い主であるこの家の夫婦は仕事で帰りが遅くなることが多く、両親の代わりに一人娘の面倒を俺が見ている。お嬢様、お風呂のご支度ができました。ちょっと待ちなさい、今出るから。絶対ドア開けるんじゃないわよ。いつもより5分も早いわ。急に部屋に来られるとびっくりするじゃない。それは失礼いたしました。甘やかされて育ったのか、わがままなんだよな。それにしてもこの焦った態度怪しい。お嬢様の部屋だけは掃除するなって言われてるし、お嬢様は俺に何か隠しているのだろうか。何よその目は。私に歯向かうつもり？生意気な態度取ったらパパに言いつけるから。くっ、本当に可愛くない。いえ、それでは私は本日はこれで失礼します。ん、そうしてちょうだい。あんたが家にいると落ち着かないのよ。何この音、風？そういえば今日は夜から大型の台風が直撃するんだったな。帰りの電車大丈夫か。うわ、電車止まってる。 あれ、お嬢様いつの間にベッドに。どうかされましたか？毛布にくるまって。私風の音が苦手なの。なんなのよこの強風。この家壊れたりしないわよね。立派なお屋敷ですから、そんな簡単に壊れることはありませんよ。いつもの態度と違って弱気で可愛いところもあるじゃないか。あれ、パパとママから LINE。 台風で車で帰るのは危険だし、電車も止まってて帰れない。嘘でしょ、こんな時に。ねえ、あんたは帰りの電車動いてるの？ああ、実は私も帰りの電車が止まってまして。ねえ、それなら今日うちに泊まっていったら？え？お願い、今晩だけでいいから私のベッドで一緒に寝て。こんな激しい風音の中、怖くて一人でなんて眠れないもの。私はいいですが。あ、本当にいいんですか？だからいいって言ってるでしょ。お風呂ありがとうございました。それでそのこのいつもの仕事着でお嬢様のベッドに入るのは忍びないので、大変申し訳ないのですが、お父様の部屋着など貸していただくことはできますか？ああ、部屋着ね。それならもう準備してあるわ。これは女性用の下着とシースルーのネグリジェに見えるのですが。その通りよ、私のを貸してあげるわ。新品だから安心しなさい。なぜわざわざこのような部屋着を？新品がそれしかないのよ。客人に着古したものを貸すのも無礼でしょ。これは命令よ、主人の命令は絶対なんだから。なんで俺にこんなものを着せたいんだ、嫌がらせか。ん？ベッドの下に何かある。あ、こら勝手に何よ。これは男が女性もの下着を身につけているエッチな漫画。こちらまさかお嬢様の愛読書なのですか？主人のものを勝手に見るんじゃないわよ、このバカ執事。責任を取って早くこれを着なさい。着ないんだったら全裸で寝るのよ。まさかお嬢様がとんでもない変態お嬢様だったなんて。エッチな下着を前に気が遠くなる俺だった。チャンネル登録よろしくね。